どうも、スマッシュ TV 浴槽、スマッシュです。今回はね、3、2、1、ゴーシュー。はい、ベイブレード、今回やりたいと思います。今回はね、こちら。はい、バーストフェンス。こちらね、この、カバーにこれ作れるんです。こういう風に。で、このバーストフェンスに当たるとね、これバースト先生当たると結構バーストしやすいらしいです。で、そのバトル中にね、当たってバーストしやすいステージにできるのがこのバーストフェンスなんです。というわけで今回はね、このバーストフェンスを使ってね、ベイブレードをしたいと思います。はい、というわけでね、スタジアムを用意しました。というわけでね、まずこのバーストフェンス、このバーストフェンスをね、つけたいと思います。はい、というわけで、バーストフェンス、つけ終わりました。このトゲトゲがね、かなり危険なんですよ。というわけで、やっていきたいと思います。まず普通に回したいと思います。まあ、スプリンガンでいきます。バランスタイプ。3、2、1、ゴーシュッ。やっぱりだな、おい。やっぱり、まあやっぱりバランスタイプなんて、あんまり、逆転しませんね。お次は、ビクトリーバルキリー。まあね、バリアブルも、完全に削れてる状態なんで、ちょっと見えにくいですか。完全に削れてる状態なんでね。まあ、行きたいと思います。3、2、1、ゴーシュッ。あ、論外だった。2、1、ゴーシュ。わかったおい。まあ、この通りにね、バーストフェンスに当たると、バーストします。普通に対戦していきたいと思います。はい。僕は、スプリガンで。相手は、ビクトリー・バルキリーで。3、2、ワン、ゴーシュッ。ゴー、弾く弾く弾く。なんか怖いな。お、ビクトリー・バルキリーが弱まってる。バーストフェンスの意味がない。あんまり意味ないな。では、相手はビクトリー・バルキリーで変わらず、僕はエクスカリバーでいきます。ツー、ワン、ゴーシュッ。怖い。見てください。エクスカリバーがこのざまです。はい。では最後にね、新しいモードをやりたいと思います。そんなもん、デスマッチ。このね、このに。このね、この、穴があるじゃないですか。この穴を防いで、まあ、防いだらもちろんオーバーフィニッシュはなくなりますよね。で、その代わり、なんと、オーバーの代わりに、バーストが多くなります。はい、できました。では、やっていきたいと思います。3、2、1、ゴーシュ。怖い？粉々ですね、これ。はい、というわけでね、このバーストフェンス。滑れたんで、最後は、普通にバトルしたいと思います。ちょ、ベイカーよ。3、2、1、ゴーシュ。鬼ごっこだな、これ。おっしゃいや！オーバーフィニッシュしました。リセット、3、2、1、ゴーシュ。あ、自滅すんのかい。よし、ではね、最後はメタルファイトのベイブレードを何体のベイで倒せるかやりたいと思います。もちろん本気でいきます。パーン、いけ。
あ、ビトリーバルキーが強い。あ、やばい、エクスカリバーが。もういい、ここで決める。いくぞ、エクスカリバーゴーシュン。あはは、スマッシュ TV チャンネル登録よろしくお願いします。また他の関連動画の方もよろしくお願いします。